よいしょ。アイスありがとう。お疲れ。ハートもありがとうございます。こんばんは。広島に帰ってきました。中村舞です。今日は TGC でした。目がバキバキ。確かにすごいメイクしてもらったんですけど、なんかちょっと強い感じのメイクしていただきました。まだお風呂に入ってないので。そう、こんばんは。広島に帰りましたよ。明日はねスパークイン川崎ですので、明日は川崎で会いましょう。よいしょ。ただいま。そう、今日は TGC 出演させてもらったんですけど、めっちゃ緊張しました。本当にすごい緊張しました。あまり時間がなくって、もうすごい今日バッタバタだったんですけど、本当にねもう本番ってなりました。アイさんありがとうございます。見てたよ、ありがとう。綺麗だった、嬉しい、ありがとう。めっちゃ緊張しました。なんか最初に ST48 のステージに出演させてもらったんですけど、すごい緊張してて、本当になんか出てなんかもうどうしようとか思ってて、なんかもしこうみんななんだって感じで歓迎モードじゃなかったらどうしようとかいろんな想像をしちゃってて、でも本当にあったかくって、そうすごいみんな応援してくださってすごい嬉しかったです。うん、ですし、そう、愛の重さもフルで披露できたのもすごい嬉しかったですし、そう本当に嬉しかったです。まいちゃん可愛いって言ってた、ありがとう。あ、アイスもありがとうそうなんですよ、もう緊張しました。なんか今回は8人だったので、8人バージョン、そうね、見たことないよね。8人、初めてやりました8人バージョンって。そうで、あ、そう、後から夕方にそのモデルさんのステージも出演させてもらったんですけど、なんか全然、そう、なんか本当にもうなんて言うんですか、前日に動線を聞いて、で、そう、当日にもまあここを通ってくださいねっていう動線を聞いてでもう本当に緊張してて、でみんながどん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 次々ね、みんなね椅子に座って待機するんですよ、こうみんなこう横並びでこうやって、でも本当にハッハッってなってて、でどん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 みんながこう出てって順番に、で最後にもう一回動線の確認して、ここを通ってくださいねみたいな。そうで、あのテンポよく音に合わせて歩いてくださいって言われて、ウィーって頑張りますって感じで、服めっちゃ可愛かったよね。いやもうね本当にね緊張しながら、はい、そう
なんかそうみんなで横並びで待機してるの。そしたら髪の毛を見に来る人とメイクを直しに来る人とあと足にボディクリームを塗りに来てくれる人がいて、あの私のとこにも足にボディクリームを塗りに来てくれて、それではボディクリームを塗りますってこう言って膝をわーって塗ってもらって、本番前にね、でヒーってなって、そうでメイクを直しに来ましたってリップとかこうって塗ってもらって、で髪の毛とかもいろいろパッてしてもらって、結婚してありがとう、愛さんありがとう、もうあの感覚でなんかまだかなまだかなまだかなって待ってたんですけど、はいそれでは立ってくださいって言われた瞬間に、もうですかって感じのそうボディクリーム塗ってもらえるんですよ、なんか足に塗り塗り、髪の毛はねなんかねハーフツインじゃないけどなんか止めてました。あの本当に緊張しました。ケータリングは全然食べれませんでした。なんか今日はなんかケータリングがすごい、そう毎回豪華で、そのケータリングがねこその愛媛だったから愛媛のものがいっぱいあったんですよ。で鯛めしもあったし、そのか生もあったし、その炊いたやつもあったし、あとはなんか赤根和牛だったかな、そうなんか美味しいお肉もあったし、じゃこカツバーガーとか、そうもう塩パンとか、あの有名なんですよ、愛媛のパンメゾンっていうところの塩パンが有名なんですけど、なんか塩パン発祥の地みたいな感じで、そうめっちゃ美味しいんですよ。でもいろんなケータリングがあったんですけど食べれませんでしたそう残念ながら寿司もあったの。ちょっと食べたかったんですけど時間なかった。なんか今日は会場入りしてメイクして割ともう結構すぐに移動してステージ前で待機してステージ出てその後すぐにメイク直し行って着替えて、でもうバタバタで結構すぐにまた行って、で終わった後ねもうねすごかったの、もうあの終わりましたって履けましたってなった瞬間にそれではこちらですって言ってもうダッシュで着替えのとこまで行ってブワーって急いで着替えてそれではって言ってダッシュで外まで出て、本当にもう終わってから5分ぐらいです、あの外出てマジで本当にもう飛び出しすっごいもう走って、そうでそう船の時間が間に合わなくなるって感じで、そう船で帰ってきたんですよ。だから終わってすぐに出て帰りました。ありがとう。なんかマネージャーさんがなんか私がケータリング食べる時間がなくて、でなんかちょっとうんってなってて、そしたらなんか取っておきましょうかみたいな言われて、でじゃあなんかお願いしますって言って、でそうで取ってもらおうと思って、で終わった後に船で一息ついてあのケータリングもらっていいですかって言ったら、あのせんべいとか書いててせんべいも嬉しいけどねーほえもっとご飯が食べたいってなって、でなんか
あのそうちょっとご飯を食べ損ねたのでまた食べに帰ります。あの愛媛フードね、ちょっとねでも豪華なんですよ、めっちゃケータリング本当に。ありがとうございます。うん、すごかったの。なんかもう本当になんか職人みたいな人が来て、でも昨日ねあんまりねなんか眠れなくってね、ずっと考えてたらうわーって、なんでちょっと今ほっと一息だわ。ありがとうございます。すごかったです。もう愛媛武道館本当にもうすっごい満員で、アイメイクすごいよね、強い、なんかこの辺黒いそうなんです。っていうね、なんかね結構尺いただけて嬉しかったですね。なんかね、うん、こうやっぱり結構短い尺で披露すること多いのね。マイキューじゃないみたい、マイキューだよ。歌い出しマイク入ってなかったってめっちゃ言われるんですけど、わかんない、わかんないです。でも歌ってたよ入ってなかった、わかんないけど。うん、2曲フルサイズじゃない、1曲フルサイズともう1曲はワンハーフです。ありがとうございます。あーほっと一息。ラウェ緊張したってしたよー、本当にもう歩き方忘れますよ。マイク持って愛の重さ歌うの難しそう。あのね大サビがめっちゃむずい。なんかヘッドセットだったらね踊りやすいんだけどね、難しいんだよね片手で。
ランウェイ練習できるの？ランウェイの練習はなかったです。なのでもっと緊張しました。本当にその動線を、まあ、聞いてもう本番って感じだったのですごく緊張しました。そうなんでリハーサルとかもちょっとない。そう、なのでそうなんです。ありがとうございます。最後手を振ったの誰に向けてなの？誰に向けてってどういうこと？どこだ？どこの部分だ？来てくれた人に向けてかな？どこの部分だろう？どこの部分かわからん。え？そう。どこの部分だろう？歩いて帰るときはみんなに向けてかな？なんかねこう行ってすぐそこでカメラがあるので、それで3秒間ぐらいで、その後に戻ってくるときに左右にみんなに、そうなんかありがとうってそうやるの。そこはそうアピールポイントなの。そこがしました。お疲れ様です見てくれた人ありがとうございました。初見さんもありがとう。中村舞です。今日は確かに音楽の日もありましたね。あずみんとリコチがちょっとリアタイはできてないんですよ実は。音楽の日見た？なんかフォーチュンクッキーだったと、あずみんがダンスバトル出てた。明日は川崎で会いましょう。ファンミの二次抽選結果もあったよって。え、どうだったの？どうだったのっていうか、どう？はい、ありがとう。今日？今日だった？ファンミーティング、あ、そう、2時19日です。うわ、なんか星になってる。これ落選が星になるのかな。そんなことない、なんか星でしたみたいな。当たった？外れた？
落選だったの？そうなの？なんかどれくらいの枠が余ってるのかちょっと私は分かんなかったんですけど、結構なんかプレミアム一択って感じでかけて応募した人が結構いたみたいで、そう第いやの1時の時にね、プレミアムはね結構狭きもんだったかもしれないです。もともとが少ない。落選しちゃったよって方もいる。また次絶対来てください、お願いします。ありがとうございます。二部制前回がそうだったよね。今回はねちょっと一部のみなんですけども、うん、ありがとうございます。わあプレミアムの倍率わかんない、どれぐらいなんだろう。でも結構で、私さなんかプレミアム当たりましたって人あんまり聞いてないんだよね、そもそも。多分私に報告してくれた人6人ぐらいでももっといると思うんだけど、誰が当たったのかまあかな、報告してくれた人多分6人ぐらい。6、7人ぐらいしか多分報告はいなかったんですよ。なんかお話し会の時にプレミアム当たったよって人多分そんぐらいしか聞かなくって、いやなんか当たったけど言ってない人も多分いるだろうから、6席だけとかじゃないと思うんですけど、もっとあると思うんですけど、そうでもなかなか聞かなかったので、いや、もっとあるんじゃないかな。前回はね、多分3列ぐらいだったんだけどね。そうなんですよ、ちょっとありがとうございます。ファンミーティングはちょっといろいろ時間の関係もあって曲を 2,3 曲歌おうと思ってたんですけど、1曲ぐらいしか歌えなそうで、私が歌うやつはね。でみんなでも歌おうって思っててみんなで1曲と自分一人でフル1曲歌うんですけど、そうみんなで歌う曲があって、ペンライトは黄色にしてほしくって、歌詞は覚えなくて大丈夫なんだけど、メロディーとかは練習してきてくれたら嬉しいです。歌詞は書いたのでちゃんと暗記しないといけないってわけじゃなくて見て歌えるんですけど、はい、はい、よろしくお願いします。事前課題はい、
ワンコーラスなんで2番は大丈夫です。楽しみ、これがめっちゃ楽しみかも。ありがとうございます。楽しみ、なんか合唱したかったんだよね。みんなで歌いたかったんだよね。なんかなんか本当はいつかライブで歌ってってやりたい。それなんか結構夢なんよ。あ、合唱バージョン、あ、違う違う、合唱バージョンじゃない、鼻だれ。違いますよ。ね、いいよね、あれ歌って。ソロ公演、ソロ公演やりたい、やりたいんだけど全然その夢進んでない。今はちょっと何とも言えず。ちょっといろんなことがあり何とも言えず進んでないですが、いずれやりたいんですよ。まあちょっと秋に向けて舞台もあるのでちょっとなかなかなんですけども、進んでないんですよ。でもやりたい。そうね、新公演がまずあるからね。新公演と四国の公演リニューアルと、そうね、ちょっと秋まではなかなかいろいろとありそうな感じで、はい、そうですね。ホールでお願いします。ホールソロ公演やるとしたらね、いや広いとこでは、広いとこでやりたくないわけじゃないんですけど、普通になんか劇場みたいじゃないけど、なんて言うんですか、なんか広すぎないとこでやりたいかな。ただ回数はいっぱいやりたいです。いや、なんかなんだろう、公演ぐらいのキャパでやりたいです。エディオン、私エディオン大好き。エディオン今度、花だれエディオンあるよね、出ないんだけど、まあそれは、うん、確かエディオンはね奥行きがねあんまないからね、結構ねそう見やすいんだよ。なんか広い会場っていうよりかは、ま、回数なんか1回で終わりたくないので回数何回かしたい。別に広い会場じゃなくて、公演やる感じのところがいい。
なんかコンサート、ソロコンじゃなくてソロ公演がいい。いや、ソロコンもすごいね、千穂ちゃんとかやってましたもんね。めっちゃなんか48グループのなんか一人一人コンサートあるみたいな時に、確か STU は千穂ちゃんがやるってなってて、そうそう、みんな千穂ちゃんのお面をかぶって、そで客席から千穂ちゃんが出てくるってので始まって私覚えてるそう TDC のやつだ。そう、私もちょっと出たんですよ、背中から抱きしめてあのやったんですよ、なんかね何曲かやったんですよ。隣バックダンサー的な感じで、そうドラさんとコッコさん4人。今やりたいことあるか、まあ、そうソロ公演はやりたいけど、ちょっと結構今は厳しいなってのは思ってて、そのいろいろあってそうなんか結構頭がいっぱいいっぱいになっちゃうから、なかなかちょっと今は難しいんだけど、やりたいなってのはすごい思ってて、いろいろですよ。本当その新公演とかの練習も多分入ってくるだろうし、そうですね。結構ね、なんか4月ぐらいかな、コンサートがいっぱいあった時期が個人的に。もう、まあ、感情がずっとこうなってたのもあるし、もううわーってなってて、そうなんかねそうなのよ。今はだいぶ落ち着きましたよ。駅前公演も結構そうね、なんかレッスン自体は結構少なめだったので、でも2人だったから2人で集まれることは多かったので2人で集まってやったりはしてたんですけど、レッスン場だけ借りるみたいな、そう、ありがとう中村舞です。喘息ねひどかったわ、確かに咳でなくなったけど名残はあるんだよね、若干まだなんかたまーにある。そうなんで絶対にひどくさせないぞって思いながらそうひどくなったらやばいから、気をつけるよ。もうみんながすごい心配してくれて、ありがとう初見さん。中村舞です。
愛媛県出身です。ね、季節によるのかな、わかんないけど、寄ったり寄らなかったり。でもね、おばあちゃんがね喘息なんですけどね、季節関係なさそうなんだけどね。いや、どうなんだろう、若干はあるかもしれんけど、おばあちゃんと、そう、実家帰った時におばあちゃんと喘息トークしたんですよ。しんどいよねって話。喘息トーク。おばあちゃん、ありがとうございます。もうね、この辺がダメ、もうダメダメ。鼻も詰まって、もうダメ。もうこの辺が悪い、むずむずっていうか、なんか麺、生まれ変わってからはあれだよ、そんな体は変わってないよ。いやね、この生まれ変わってからどうってかね、普通に会話してるけどね、多分ね、初めての人がねこの会話を目撃したらどういうことってなるよね。生まれ変わってから調子いいっす。転生したの？そうそう、転生したの私、割と最近、3月4月とかそんぐらいに。もうね、それ、その生まれ変わった直後、いろんな人にさ、スタッフさんにさ、すごいいっぱい話したの。私実は生まれ変わったんですよって、私実は生まれ変わったんですよねって、もう全部経緯を説明して、生まれ変わったんですよって言って、で言ったんですよ。そしたらみんなはぁみたいな顔をすごいしてて、そうで、一回なんか佐竹さん、なんかドラさんのイベントがあったんですよ。でその MC に佐竹さんがいて、でその生まれ変わった直後だったんで、佐竹さんに私生まれ変わったんですけど、なんか変なこと言うかもしれません、すいませんって直前に言ったら、もう佐竹さんが大汗、はぁ、どういうことみたいな。大汗で、でそう、大丈夫だってなって、今は馴染んできた、だいぶ馴染んだ、ありがとう。なんか悪いことしたんかと思う。この報告したら、あさってはちりめんスペシャル、そうですよ皆さん、あさっては私なんかちりめんスペシャルってやつに出るんですよ。なんと4時間4時間あってですね、多分お昼ぐらいからなんですけど、何時だったかな、祝日です、月曜日、3連休の最終日はちりめんパーティーのなんか4時間スペシャルみたいなやつに出ます。なんか夏のスペシャルみたいなやつ、生放送、そうそう、なんか配信されるのよ、4時間ずっと出るか、いやどうだろう、ずっとは出ないかもしんない、ちょいちょい吐けるかもしんないけど、ショールーム、そうショールームもある、浴衣着る、いや着ないと思います。確かに夏って聞いたら浴衣着そうだよね、多分着ません。
浴衣は着ないと思うんですけど。そう、でもメンバー5人ぐらいいたかな。12時から16時か。みんな3連休のその時間帯何やってんの。ラジオだけど化粧しないとね。でもラジオの時毎回化粧していく。なんかオフショット撮るって言われるからさ。確かに3連休毎日違うとこにいる。西東松山、神奈川、広島。ビャンビャンビャン。どこでもドアが欲しいか。うん、だって眠れないじゃん、移動がないと。移動は私の睡眠時間だからね。でも今移動中ね、ずっとね動画の編集してる。ファンクラブにアップする動画でもね、編集技術がなさすぎてね、本当にマジで全然進まん。今半分ぐらいしかできてない。まだカットしてテロップ入れてみたいなのずっとやってる。実家帰ろうの編集ソフト。全然携帯でやってるよ。あのなんかなんたらかんたらみたいなの携帯に入ってるやつ、アプリにあるやつでやってる。キャップカット、あ、それ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 。キャップカット、なんか白貴重のやつ、それ使いやすい。めっちゃ動画入れ込んでみたいな、取り込みして一人でできる。そう、一人でできるのよ。すごいでしょ。パソコン使わないの？パソコン持ってないよ私。みんなパソコン持ってるの？なんかさ、パソコンをさ一度も持ったことがなくって、自分の。なんかお姉ちゃんはなんか大学生の時にあのなんかレポートとか、レポートっていうんですか、あるからパソコンがいるんだって言って多分持ってたんですけど、私はパソコンを使うことがないのでパソコン持ってなくって。パソコンで今見てるよ、だって。パソコンで配信見てる人多いんだけど。パソコンで見てるって、そうなの？大きいってこと？画面が。パソコンでサンマドできるよ。なんだその情報は。サンマドしてんの？誰と誰と誰。みんなパソコンで見てるって。みんなパソコン持ってるもんなんだ。でもさ、なんかお仕事とかで使う人は持ってんのかな。そう、パソコン持ってないのよ。パソコンってさ、なんかこう何ですか、こう持ち運びできるやつ、それともさなんかいろんなのにさつながっとってさ家にしかポンって置けれんタイプのパソコン。何、デスクトップ、ノート、あ、ノートって、あ、ノートパソコン、ノートパソコンでもさショールーム見れるの？全然わからん。パソコン知識がなさすぎてさ、なんかコロナ禍になってさ、
なった直後になんかメンバーみんなにパソコンが支給されて、これでズームをしてくださいみたいな言われて、でも付け方が分かんなすぎてどうやってまず電源入れるのかが分かんなくて、どうやって電源入れるんですかねって言って、そう、そっからでなんか全然使い方が分かんなくて大変だった記憶ある。そう、その時期だけ一回パソコン支給されたことがあります。うん、持ってないけど。うん、まあ携帯でできる。そう、みんななんかねパソコンが支給されたので、そう、電源の付け方が分かんなくて、そしたらおきちゃんからもパソコンの電源の入れ方が分からんって LINE が来て、おお、やっぱ分からんよなと思って、そう、なんか多分みんな使うことないんよパソコンを。ありがとう。いや、パソコンの授業あったよ。あったけど中学生ぐらいまであったかな。もう覚えてなさすぎて、しかもさ、なんて言うんですか、もうパソコン室みたいなんがあって、なんかもうドンみたいな、ボンってそこになんか持ち運びできるタイプのじゃなくって、そこにボンってあるタイプのパソコンデスクトップっていうか、それのそれはなんかでやった記憶があるけど、あんまり覚えてない。なんかね、高校の時はねタブレットとか多かったかも。タブレットでなんか授業でなんか使ったりすることはあったけど、現代でタイピング早い。早くない。あのブラインドみたいなやつもできんよ。ブラインドタッチだっけ。でもなんとなく中村舞はわかる。中村舞、多分ここら辺に中村舞だけは多分早く打てるはずなんとなく位置は中村舞の位置だけはわかる。指は1本、右1本、左1本かなうち？違うよ、ローマ字だよ。タイピング早い。中村舞のタイピングが早いかも。中村舞だけ限定。中村舞、中村舞それだけだったら多分早く打てる。ちょっとそれ以外はあれですね。ありがとうございます。ブラインドタッチすごいよね。ブラインドタッチのモノマネならできるよ。エンタースペース、エンター削除。エンター2回押しを挟むとガチ感が出るよ。どういうこと？エンター2回押したらどうなるの？カカッみたいな。
見せてありがとう。でもめっちゃ強く押す。パッ。一行開く？あ、開業？そうなん？え？そうなん？でも私多分ね、もともとあんまり多分得意じゃない。あんま多分得意じゃん、なんか練習したらさできるようになるんかな、でも得意じゃないと思うんだよね。なんかそういうのない、なんかうわーこれ多分得意じゃないなみたいな、私得意じゃないなみたいな。そう、得意じゃないと。仕事で使ってたらね、あれなのかな。デジタル全部ダメか？携帯のフリックは早いと思う。そんなめっちゃ早いか分からんけど、割とスマホの、タイピングは早いと思う。もうクククククってやる。いや片手かな、片手でやる。なんかあの日本語のあからもやつもだし、あとローマ字のフリックもいけるのに、パソコンのこれは無理だね。なんでかわかんないけど、フリックはねいけるんだけどね。しかもさ、そう私初めての携帯がもう iPhone だったから、そうもうだからフリックで育ったの。iPhone5C そう、ガラケーはね使ったことはねないね、ないってか、あの親とかお姉ちゃん持っとったの。わタワーありがとう、ミッキーさん、バニラアイス、クマありがとう、ありがとう、クマ。バニラありがとう。ガラケー使ったことないのがびっくり。あれはある、なんか親が解約してこれもういらないからいいよって、使えないからネットに通じてないからどうぞって言って、だからなんか写真撮る専用みたいなあのカチャっていう携帯をもらったことはある。なんでなんかそれで携帯ごっこみたいなのしてました。カチャカシャーって撮るだけ撮ってカメラだけ使うみたいな。そう、なんかネット通じてないからメールとかもできないし何もできないけど、それはなんかおもちゃであげるよみたいな、使いなよってもらったことある。ジェネレーションギャップ。でもね、ウォークマンとか使ってたよ。あとは MD とか。私ウォークマンとか MD とか使ってましたよ。
使ってた世代ですよ。ウォークマン学校に持ってってたもん。 MD 使ってたよ。なんか MD は車で聞いてたよ。懐かしい。 MD なくなったよね。テープのウォークマンじゃないでしょ。何テープのウォークマンって。なんかこんなやつ、カセットテープ知ってるよ。ビデオテープ知ってるよ。なんかこういうさ、ビデオあるじゃん、こういうカチャって撮るやつ。あれ昔ビデオテープっていうか、あの一回一回巻き戻さないとまた最初から見れないやつだったよ。なんか家族旅行とか行った時に回してたあのビデオテープみたいな、やけどなんかビデオ。MD はね、なんかね、なんかね、あれだよね、あの私ピアノ習ってたんですけど、なんかピアノの練習する曲とかを落として MD で、それずっと聴いてた。何なんかこのベータとか言われてもちょっとよくわからん。何ベータって。8ミリビデオ、え、でも一個もわからん。何わからん。その、なんか専用な用語がわからん。CD から MD。 いや、そう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 。VHS はわかるよね。わかんない。ビデオ。ビデオ。ビデオ。VHS。何ですか？何の略？カセット、あ、違うわ。全然わからん。ちょっともうみんなが言ってるやつも全然わからん。わからん。レーザーディスク？レーザーディスク？レーザーディスク？いや、わからん。サンドイッチマンさんのネタでさ、レーザーディスクっていう単語は聞いたことあるんだけどさ。レーザーディスク知りませんね。CD の大きいやつ、それあれじゃない？蓄音機？あ、蓄音機じゃないね。なんだっけ、あのこうなんかくる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 って回るやつ。あ、レコード？あ、それ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 、レコードじゃない。え、コードが星になってる。なんでだろう。どこまで遡るんやって言われた。え、だって分からん。レコードじゃないって。ちょっと分かりませんね。レコードじゃないらしい。ちょっとわからん。 DVD？ なんですって？ちょっとわかりませんね。
DVD でそうレンタルのさ DVD って今もある？なんか最近サブスクがさ浸透してさ、なんか月額払ったら見放題とかめっちゃあるじゃん。ある？少なくなってる？店舗が少ない。あ、そうなんや。でもね、ジブリってねサブスクないじゃんか。だからさ、絶対ジブリが見たいってなったらレンタルビデオ屋さんに行かないといけないと思うの。だからなくなっちゃ困る。絶対にジブリがサブスクないので見れないので。そう、ジブリないんだよ。だから金曜ロードショーか、なんか本当に映画館で見るか、かレンタル。ありがとうございます。だからさ、私あれもう一回見たかったんだよね。なんだっけ、うわー、なんか鳥が出てくるジブリ、うわー、なんだっけ、なんか受賞してた、あの最近の君は何を後悔するのかじゃなくて、あ、君たちはどう生きるか、それそれ、鳥、もうものすごく鳥が出てくるんですよ、あの映画。インコ出てくる、もう大量のインコも出てくるし、なんかそう、詐欺、あれ詐欺って言うんかいねっていう鳥も出てくるし。ネタバレ？え？映画の内容何も話せないじゃないですか。ネタバレ？え？見る？見るか。見たんでいいよ。え、見た？あれすごいよ。本当に次々ね場面展開されてって、もうすごい。難しい、難しい。なんかめっちゃ考察調べたけどマジで難しい。なんか疑問がいっぱい残った。理解難しい、あれ考えさせられる、うん、考えさせられることしかしない。調べちゃうタイプなんだ。それが楽しいんじゃないですか。映画を見た後は誰かの考察とかを見たりするのが楽しいんじゃないですか。これああだったのかな、こうだったのかなって。あ、ここでやっぱこうなって、ああ伏線になってたんだなとか。考察を見るのが楽しい、映画を見た後は。いや、すごい、なんかもう自分じゃ考察できんこといっぱいしてある。なんかこう、あの、そういうなんかないよ、読解力的なもんがないけんさ。1位はねえ、ねナウシカ、ジブリ第1位ナウシカ。
第2位、ラピュタ、同率2位ハウル、3位もののけ姫。あーでもいっぱい好きだよ、他他も好きなんだけど、ナウシカ好き、ナウシカいいよね。千と千尋、いや好きですよ。でも王道ですよね、結構。魔女の宅急便も好き、ポニョも好き。わかる。でもポニョね、後半がなんか切ないんだよね、ずっと。なんかあの親が行方不明になってあたりぐらいからすごい切ないから、なんかジブリの後半全部切ないじゃん、だからなんかふえーんってなるんですけど、ポニョね前半はねなんかあれなんだけど、後半なんかねちょっと切ないんですよね。ポトロも切ない。風立ちぬ、風立ちぬなんか映画館で見た記憶あるけど、ちっちゃくって、まだちっちゃいっていうかまだ学生の頃だったかな、でなんか全然理解できなかった記憶ある。大人になってみると全然違うと思う。トトロ切なかったっけ、なんかメイちゃんがいなくなってあたりがって感じ。いや、ち紅の豚見たことないんだよね、実は。ジブリで見たことない作品、紅の豚とポンポコみたいなやつは見たことない。大人になって耳をすませば見たんですよ、沖ちゃんと一緒に見たんですよ。それはめっちゃ面白かった。魔女の宅急便は好きよ。もののけ姫はね、考えさせられますね。なんかちっちゃい頃というかまだ幼い頃に見た時は、エボシ様が本当に悪い人だって思って見てたけど、大人になると考え方が変わるもんで、エボシ様はそこまでそんな悪いっていう人ではないのかなって思いながら見たり、なんかね、いろいろね、大人になると見方が変わるもんですね。なんかの考察で、アシタカは悪い男だみたいな考察見た。なんかアシタカはすごい、なんかあのちょっとあのもともと愛してる女の人がいたのに、そう3人出会ってなんか悪い男だみたいなみたいな考察を見たことがある。もともと愛してる人いて、そんなカヤかな、最初の方に出会ってるっていうか最初の方に、そう街を出るときにカヤとは結婚してるんやで、え、そうだよね、なんかそう結婚してるけど、そうなんか後々さんといい感じになるので、なんか明日から悪い男だみたいな、罪の男だっていうなんか考察を見たことがある。あ、そうネックレスの、そうそうこれをみたいな、持ってってくださいってカヤが言って
見なくていい考察いやそうそんなとこもあります。あんね、もののけ姫の一番の注意点は、あの一番最初らへんに目を攻撃するシーンがあることです。もうそれだけが私もううわーってなるんです。あと目の攻撃が耐えられなくて、あのもののけ姫は目の攻撃があります。はい、あの目なんか矢でこう目をなんか攻撃するシーンがあって、もううわーみたいな、あれは気をつけた方がいいです。あのラピュタのメガーのシーンは全然いいんですよ。あれはなんか自爆しょうがない、メガネかけててメガーみたいなのもしょうがないけど、もののけ姫のあの目の攻撃は気をつけた方がいいです。ね、もう本当にあの映画業界本当に書いてほしい、目の攻撃ありますみたいな、目の攻撃の有無を。アニメでもってなる。ありがとうございます。目がもうダメなんです、弱点。心臓の弱い人はと同じ、そうだね、目の攻撃に弱い人はおやめくださいみたいな注意書きが必要。ありがとうございます。パルス、パルス、バルス祭り。その注意書きがあったら何分かに書いといてくれたらそこだけ飛ばすかも。目にチュっていうのは大丈夫？目にチュ？目にチュってなんだ？目にチュ？目にチュ？そんなシーンはあるのか？目にチュ？チュ？よくする？え？目にチュ？あるかな、そんな。目にチュのシーン、なんだそりゃ。投げチュしてありがとう。全然想像できんくてやばい。ちょっと想像できませんね。確かに目がこう眼球だったら嫌だな。ありがとう、初見さん。中村舞です。愛媛県出身です。青春ドラマで見るけど、え？そんなシーンあるの？青春ドラマ見てないかも。わ、なんか「キラキラ」みたいな
なんか青春系見てないんだよね全然。最近もなんかね短編の映画みたいなの見たんだけどね、ご飯食べながら見たらねうーってなりかけたんですけど、すごい血がいっぱい出てきて、なんか復讐系とかいっぱい見ましたね。ホラーっていうかなんか幽霊系じゃないけど、なんか結構復讐系ゾンビ最近見てないな。なんか皆さんありがとうございます。ゾンビはねちょっとね行き詰まりましたね本当に。ディズニー映画で何が好きか、うわーディズニーあんまり見た、いや見たことあるんだけど何見たかな。美女と野獣とか見たるけど、アニメも実写も見たかも。シンデレラとか白雪姫とか、あ何見たっけ、アナ雪、アナ雪ディズニー、そうや、いや私アリエル見たことないんよね。あれだよね、でもなんとなく話はわかるよ。アリエルは人魚でお父さんもまあ人魚で、でアリエルは陸に行きたくって、なんか最終的には陸に行くんだよね。パパは大反対で、わっ待って、あれが好きだ、ターザン、ターザン好きです私。ラプンツェル、うわ好きだ、ラプンツェルもそうだね、ディズニー。ターザン好きなんだよね。ターザン見たことある？結構悲しい物語から始まるんですけど、ターザンは。ターザン感動するんだよ。実写？実写ターザンあるの？あ、わかんない。アニメ？ありがとうございます。そう、なんかターザンはねお父さんとお母さんが襲われちゃって、そうなんかなんだっけあれ、ヒョウかチーターわからん、なんか肉食のやつに襲われて、であのゴリラみたいなのが赤ちゃんのターザン見つけて、で育て始めるみたいな。あれゴリラじゃない、あ猿かなんて記憶が。あれゴリラじゃない、ありがとうございます。ライオンキング、うわー見たことない。バボーンって感じのやつだよねそんなことない、
心配ないさ、あれ心配ないさ、心配ないさってライオンキング、あ見たことない、モアナ、え見たことない、やばいやばい、見たことないやつ多いわディズニー。ベイマックスは30分ぐらい見たことあると思う。なんかあれだよね、心のなんか心のなんて言うんですか、心のなんかロボットのなんだっけね、あれ30分ぐらい見たことある。なんで30分だけ見たんだろう。なんかロボットを作る男の子がどうのこうのみたいなやつだよね。心のケアするロボットか。また親が迎えに来たから、いや何でだっけ、記憶がないや、なんかね、わかんないんだけどね。なんか30分ぐらい見た記憶ある。リメンバーミーってなんだっけ、なんか聞いたことあるけど、シュガーラッシュ、え、シュガーラッシュってなんか曲あるよね、 AKB さんあれシュガーラッシュって曲ある、リメンバーミー、あの世のやつ、え幽霊系骨のやつか、いやもう全然あれかも、全然詳しくないわあ、映画の主題歌か、シュガーラッシュ、ありがとう。いやディズニー好きなのにね、なんでなんだろうね。でも最近なんかディズニーであれだよね、アナ雪が、アナ雪じゃない、アナ雪か、あれなんだっけ、ラプンツェルか、なんかいろいろできたよね。なんかテレビで特集見たわ。ディズニーランド行きたい、行きたいですよ、夢の国行きたいですよ。なんか増えたみたいなの聞いた。行ったことはあるけど、多分前に行った時からは多分相当コロナ禍もあっていろんな仕様が変わってると思うからついていけないと思う。全然わからん、そのどうやって行くのか。ありがとうございます。なんかメンバー結構行ってるな。予約必要なんだっけ、全然わからん。なんか詳しい人に連れてってもらいたい全然多分ついていけない。
ちょっと今1万円っていう単語で思い出したんで、そうだ、私ね、診察やっと手に入れましたよどんな話やって感じだと思うんですけど、診察手に入れたんですよ。今誰かが1万円って書いてて思い出した。1万円じゃないんですけど、1000円札手に入れたんですよ。っていうのも自分で手に入れたわけじゃなくて、あのお母さんからもらったんですけど、そう、まだ見てない、え、ちょっと嬉しい。言ってもさ、これから変わるんだからさ、多分いっぱい出てくるじゃんか。そう、じゃーん、これゲットしたんですよ。このあ、なんか全然映んないな、なんか反射しちゃうな。あれあれあれ、このこれ見てください、これホログラムっていうらしい。ゲットしました、じゃーん。でこれがあの夏目さん、夏目さんと3世代で3世代1000円、じゃーん。並べよう。三世代千円揃いました。なんか夏目さんもずっと使えないくてのけてるのがある一枚。そうなんですよ。2000円札もあります。なんか私こういうの全然使えなくって持ったままなんですよね。そう、今日これみんなに言おうと思ってたんだ。自販機に入らない、え、らしいよ、なんかね、新しいお金ね、まだ対応してないのかな。自慢、そう、ちょっとみんなにゲットしました。番号、何その番号とかあんの。AAD から始まる。この技術すごいらしいですね。でもこれで偽札ができないようになってるんですよね、多分。こうなんかすごいんですよ、人がこっち向いたりこっち向いたりする。世界初？すごいね。5000円札新しいの？持ってないよ。1万円も持ってないよ。1000円だけ。そう。お母さんがこれどうぞって。ちなみに誰か分かってる？この人？あ、これじゃなかった。あ、これじゃなかった。あ、これじゃない。あれ？あ、これね。この人。北里柴三郎さん。なんかあれだよね。医療系じゃなかった？なんか。なんかあの、なんか、病気系のなんか、あ、北里柴三郎さん、なんかわかんないけど、
なんかの病気のを、何した人なんだろう、なんか医療系だったのは覚えてるけど、あんまり、うわ、大学作った人、そうなの、お札に乗る人は大学を作った人が多いのかな。あれだよね、なんだっけ、福沢さんもそうですよね、慶応大学だっけ。北里大学ってのがあるんだ。夏目さんは坊ちゃん夏目さんはなんか坊ちゃんのイメージがちょっと強くって、聖徳太子、聖徳太子はあのみんな一斉に喋っても何でも分かるよっていう人全部聞き取っちゃう、もうすごいすごい耳な人。ちょっとね、偉人、偉人たちですよ、偉人の皆様。でもお札って確か20年間で作り替えられるんでしたっけ。でも私だって夏目さんの時代は記憶があるんですよ、20年間ぐらい、あ、決まってないの、なんか20年って聞いた記憶があるんだよね。偽札、ん？あ、なんかお金を作り替えた方が確かに防止できますよね。電子マネー時代に最後の新卒と言われて、そうなの？次が最後？へえ、やだ、無理、私生身のお金がいい。なんかここだけ切り取られたらあれだけど、なんか嫌だ、デジタルなのはなんかいいけど、生身のお金もあってほしい。現金派。でもさ、観光客の人とかがいたらさ、現金なくなったりするのかな？観光客の人もカードで払ったりするのかな？小銭重いからお札にしてほしい。えっまあ確かにお財布にいっぱいあったらね、重たいよね。韓国でカード使った。でも前に冬行った時は現金も換金しました。そうそう、
持ってるよ、いまだにお金。電子マネーか。病院？でも確かに病院ってさ、キャッシュレスじゃないよね。病院ってなんか現金なイメージあるわ。病院ペイペイでとかないイメージなんだけど、クレカ決済あるの？病院？ありがとうございます。病院にセルフレジ？すごっ。確かに薬局はあれかもね、電子マネークレカ。クレジットカードね、いや使わないんですよね。ペイペイ、ペイペイは使うよ。現金なくなったらお年玉とかどうするんや。確かに、振り込んどいたよみたいな。お年玉振り込んどいたよ。そんな時代が来るかもしんない。ペイペイで送ったよって。お年玉ペイペイで送ったから。なんてことかしら。天岐阜？うわあ、天岐阜か。嬉しいかもしんないけど、天岐阜。お賽銭もそうなってる。あるよね、今そういう神社ありますね。確かに、なんかでも時代の流れなのかもしれないけど、ちょっと寂しいですね。ピッておさい銭、私もやったことはないんだけど、なんか聞いたことある、そういうおさい銭の神社があるで、ご縁やっぱさ、だって神社とかってさ、おさい銭ご縁、ご縁があるようにとかってさ、五円玉投げたりするじゃん。ご縁ピって感じなのかな、わかんないけど。よくわかんないけど、穴が開いてる小銭がいいっていうよね。10円、なんか10円が一番ね、なんかお金の中で、なんかお賽銭の中では一番、なんか10円はあんまり良くないみたいな聞いたことがある気がする。5円とか、十分5円がありますようにで15円とか。そう、なんか、そう、なんかわかんないけど、なんか聞いたことがある。
え、500円は最強らしい。なんかえ、ダメらしい。え、なんか500円がいいみたいなの聞いたことあるんだけど、そうでもないの。なんかそう、小銭の中で一番高いから500円は OK みたいなの聞いたことがあるんだけど、でも500円はちょっと確かに投げるのためらいますね。ちょっとね、まあいくらでもいいんですよ、気持ちです。当円、それだ、10円は当円。そうかも、だからなのかな、あんまりなんか良くないじゃないけど、なんか聞いたことがある。ありがとうございます。10円、え、何これ、重なる円で10円。あ、円がいっぱい重なってそう。まいちゃんいくら、まいちゃん5円だよ、5円ありますように。そんな気持ち。5円入れる。何でもいいんだよ、決まってないからね。ニコさんの経験ありますよ。ようこそご参拝くださいました。っていう、似合いそう、本当。もうしばらく巫女さんの格好はしていません。巫女さんやってたな。神社で、でも冬は寒いんですよ、本当にめちゃくちゃ寒くて、ね、髪型はポニテなんですか。うん、なんかポニテとまではいかないけど一つに縛ってたかな、みんな。めっちゃね、うん、もうすっごいね中に着込んでました。まあみたいな感じ。そう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 。ようこそご参拝くださいましたってなんか言ってた記憶はある。どこの神社？愛媛。愛媛の時よ。愛媛県のあの和霊神社っていう神社があって、宇和島に。和霊神社っていう神社でやってた。ありがとうございます。宇和島ね、まあ、確かにね、松山からまあちょっとかかりますけど、
1時間半はかかるかな、高速使って。分かんない、2時間ぐらいかかるのかな。コタンの近くか。そう、なんか私が宇和島のご飯でコタンをおすすめしてたんですけど、コタンっていうなんかラーメン屋さんがあるんですけど、そこはラーメン屋さんなのに唐揚げ定食が有名で、もう大盛りの唐揚げ定食が出てくるんですよ。めちゃくちゃもうこんなもりもりの、そう、安いです、めっちゃお安いのに、そうもりもりで、もう本当にお腹いっぱいになる量が出てくるんですけど、中華屋さん、いやなんかあれ何屋さんなんかいね、分からん、まあ、なんかメインはラーメンって感じなんだけど、みんな唐揚げ定食食べてる。でも なんかそういうさ、これがメインなのに実はここのこれがいいみたいなのってなんか良くない？なんかちょっと気になるっていうか、美味しいんだろうなっていう。お蕎麦屋さんのカレー？そんなのあるの？焼肉屋のラーメン？何？蕎麦屋のカレーって、蕎麦屋のカレー美味しいの？みんなが蕎麦屋のカレーみたいな感じって言ってる。何？蕎麦屋のカレーって美味しいんですか？あんまなんか蕎麦屋さんに行かないので、蕎麦屋のカレー食べたことない。出汁が美味しいから、和風のカレーだって。へえ、出汁カレー、うーん、蕎麦屋ね。ねえ、食べてみたい。出汁カレー、カレーうどんみたいな感じ。え、待って、カレーライスじゃなくてカレーそばってこと？ん？どういうこと？カレーライスの方？あ、ライスの方だ。カレーライス食べたい。カレーライス食べたくなった。何カレー南蛮って、南蛮なんだって。そばね、あんま行かんな。そば屋さんってどこにあるんだろうってなってる今。蕎麦屋さん、いい蕎麦屋さんありますか？すき家もカレーしか食べません。でもさ、なんかわかる、どっかのサブにあるカレーって美味しかったりするよね。なんかメインではないけどみたいな、そのメインでお店が売り出してるものじゃなくても美味しい。広島にはあんまないの？わかんない、蕎麦屋さんあんま意識したことがないんだけど。やばい、ラーメンに気を取られすぎてすみません。そば吉？わかるよ、そば吉行ったことある。愛媛しかないの？そんなことないよね。
そば食べるん？食べるよ。だってちっちゃい頃からゾルそばじゃない、ザルそば、ザルそば好きでした。そばのいいところはヘルシー、ヘルシーってかヘルシーなんかね、なんかあっさりしてるのと、あとはあのなんかすぐ歯で切れるところ、なんかいい、歯切れがいい。あのそばのいいところ、歯切れがいいところです。なんか一発で切れる、咀嚼歯切れ良くない？そうめん？ああ、夏場は食べるよ。最近気づいたことがあって、私いつもラーメンをやわめで食べるんですよ。ラーメンの硬さが選べるとき、やわめでって言うんですよ。でも柔らかいラーメンってすぐお腹に溜まることに最近気がついたんですよ。もう遅いと思うんですけど、なんか柔らかい分さ、膨らむのも早いんですよ。で麺ってさ伸びるじゃないですか。だから胃の中に入ってから膨張し続けるから、もうすぐお腹に来るんですよ。だから固めの方が量は食べれるんですよ、ラーメンって。だから最近普通を頼むようになりました。やわめ卒業。あのすぐお腹いっぱいになっちゃうのが悲しくって、普通を食べるようになったんですよ、麺の硬さ。そう、気づきました。今さら。うん、普通、もう普通でいきますよ、普通麺で。いや、ヤーメ好きなんよ、家系も。二郎はあのやわさとかないんで。固めはねちょっと食べれませんね。はい、ちょっと固いのはちょっと。替え玉しないですね。なんでかっていうと、まあ、一杯でお腹は満たされるんですよ。でここまで苦しくして替え玉食べるんだったら、なんかちょうどいい、また食べたいなって思うぐらいでやめといた方がいいよなって。お金払って苦しい思いをするのを違うなって思ったら、替え玉しないことが多い。お米食べる代わりに。家系はトッピングは海苔大好き。海苔スープにひたひたの海苔がいい。57分だよ。あー、食べ物の話で終わっちゃいますね、今日という日が。ひょい。あ、したは多分23時半とかに配信するかもしれません。なんかちょっと夜遅いと思うので。
明日はですね、スパークイン川崎なんですけど、確か物販の方にも行くと思うので、ぜひ皆さん応援しましょう。じゃあ誕生日ます、おいでます元気さん、はじさん、阿部寛さん、福太郎さん、山道さん、いずみんさん、まささん、くまねパパさん、東京のスワンさん、ケイさん、おっさんサムさん、福ちゃんまるさん、チーはドロロロドドン、ミッキーさんでした。ありがとうございました。名古屋も来てください。今度行くよ愛知。7月の何日だっけ、26、7月26に行くよ。チェックしてみて。ありがとう。また明日。おやすみなさい。明日は日曜日です。また明日。配信を見てくれてありがとう。おやすみ、いい夢を。またね。お野球どうもありがとう。また明日。